遠藤航が所属するリバプールのユルゲン・クロップ監督が、現地時間2月25日にウェンブリーで行われるチェルシーとのリーグカップ決勝を前に、クラブ公式のインタビューに対応。過去2度大会制覇へ導いた南野拓実、現モナコ、の鮮烈なパフォーマンスを振り返った。歴史に名を刻むチャンスはいろいろある。リバプールのファンは決して忘れない。2年前はおそらく滝南野の大会だった。彼が私たちを決勝まで導いてくれた。今大会ではコビガクポがそれに当てはまるだろう。クロップで始めよう。クロップは日本人選手に偏見ないのがいいな。何かと日本人選手への配慮がすごいクロップ氏。いろいろ身体的に劣る日本人をここまで使えるのはクロップ様々だよ。ほんとこの人滝が好きだな、わら。滝にはビンタしたの？滝大好きだ顔。こう言ってもらえるのは素直に嬉しいね。リーグで期待通りの活躍ができなかっただけに。クロップも獲得した後滝の能力の低さは想定外、またカラバオ滝の活躍も想定外、田名ボタ感あったろうな。とっくに退団してる選手に普通ここまで言ってくれる監督いないぞ。どこまでも懐が深い監督だなクロップ。もし今なら南野使ってもらえるのかな？当時は結局最後まで信頼を得られなかった。カップ戦要員って言葉が嫌い。国内カップ戦を軽視してるサポーターなんて存在しないのに勝手に優先順位低い認定したりするし。カラバオ渡るが誕生するんだかを。カップ戦って何の意味があんの？けど決勝はベンチで試合にも使いません。肝心の決勝では使わなかったしクロップのマウスサービスには騙されない。決勝での出番こそなかったものの。決勝で使わなかったくせに。決勝で出番なかった時点でな、わら、クロップも絶対忘れてると思うダブル。日本人をラッキーチャームと思っている節がある。日本代表の監督はやってくれないの。クロップもとうとうバイエルンかバイエルン矢印ドイツ代表だな。イギリスとスペインはアジア差別あるんだよな。その点分ですわフェアだわ。稲本やパクチソン、岡崎や香川みんな映さなかったしな。遠藤も A さんだろう。海外サッカーしか見ない奴らってどこのサポーターでもないのが大半だからな。